背番号18見つかる。どうも、中野とピロリ千葉ロッテマリーンズ応援チャンネルでございます。ピロリです。なんだろう、こうロッテが今年、去年のロッテが詰まった、そんな試合でしたね今日は。ねこうオリックスキラーね、去年ね、完封とかね、してくれてた、二木投手が。いやー、この粘りのね、ピッチング、戻ってきたという感じで、本当にね、今日も、ホモフィーは雨の中、もう皆さん、お疲れ様でした。もうなんか最近、多くないですか、雨。なんかね、オリックス対ロッテ、9月8日水曜日18時から、あと、ホットモットフィールド神戸での試合、昨日はね、ミスター神戸、大下誠一郎選手が、1点差に追いつくホームラン、そして、サヨナラヒットね。さすがのね、もう支配下に登録されて、まだ3桁の背番号の、ユニフォームを着たまま、なんとね、ホームランをね、去年は打ったという大下選手だったんですけども、いやー、今日も、なかなかね、ロースコアゲームでした、途中まで。オリックス対ロッテ1対4。ロッテの勝ち。二木投手がね、7回85球、3安打1失点。もうこの球数、ね、もうめちゃめちゃ少ない球数。被安打3。いやー、1失点。来ましたね、この1失点が、北亮斗選手のね、ライトへのホームラン。ルーキーですよ。北選手。ね、明石商業高校。ね、中森投手と、同い年の中森投手は元気かな。ね、そう、北選手のね、ホームランでオリックスが先制しまして。でね、そのままいいかと思いきや、今日はもう山崎颯一郎投手がね、良かったんですよ。前回ね、崩れちゃって。今日はどうなることやらって感じだったんですけども、今日はだいぶいい球決まってましたしね。で、ただこの6回ね、ちょっとやっぱりこう、ピンチを作ってしまってね、マーティン選手、ライトへの2塁打、そして、カクさん、1塁にいたんですけども、なんとカクさん激走で、ホームへ帰ってくるというね。で、こうマーティン選手の、打球も、ちょっとライトの、杉本選手、ラオ選手とかが、まあ、少しちょっと取り損ねたりだとか、まあ、ちょっとオリックスの守備の乱れとかもありまして、まあね、マーティン選手もこう挟まれかけたんですけども、まあ、二塁へ残って、ね、1点取りましたと。で、まあ、これもね、ここで止まって1対1。で、1対1のままね、進んでいくんですけども、で、6回かな ?7 回かな、もうオリックスもね、渋すぎ投手リレーね、もうお名前忘れちゃった。ごめんなさい。比嘉投手と、ね、もう二人、ベテラン二人の、ね、その、渋すぎ投手リレーとかでね、抑えられた後、8回、吉田亮選手がね、オリックスは出てきまして、で、いやー、雨がね、強くなったんですよ、この、ね、この回。もう、その角中選手もね、もうめちゃめちゃこう、もう目に雨が入ってくるぐらいの、ね、もうこれ中止になるんじゃないかなっていうぐらいの雨が降っていて、そこでね、角中選手が、レフトフライを打ちまして、この前の、荻野選手もレフトフライだったのか、できた選手のことなんですけど、この角中選手の、もうレフトフライ打ったんですけども、それを、まあ、北選手が、一回ね、グラブに当てるんですけども、落としてしまって、そしてね、これも、カクさんのすごいところで、ちゃんとね、二塁まで走っていたというね。これがやっぱでかかったですね。で、ダイソー大岡博美選手が出てきて、で、中村翔吾選手が四球、ね。そして、4番。やっぱりこの男でした。球団通算8000号。マーティン選手。ね、吉田亮選手の、若月選手はね、外角、確か、構えてたんですけども、うちの低めに入ったね、マーティン選手の大好きなところ、内角低めのね、ところに吉田亮選手のストレートが入ってきまして、それを見事に、ライトスタンド、25号、球団通算、8000号メモリアル。ね。
あれ ?8000 号で合ってるよな。合ってますよね、これね。うん。そしてね、その後、佐々木千早選手がね、出てきて、大下選手がね、今日もいいところで出てきたんですけど、まあ、ちょっとデッドボールをね、こう、佐々木千早投手のね、こう、ストレートというか、こう、少しシュート気味にね、行く球が当たってしまいましてね、ちょっと大下選手はかなり痛がってて、ね、申し訳なかったですけども、うん。また千早投手が、マウンドに上がるとまたちょっと雨止むっていうね、この、何なんだこの千早投手の天気をも操る、この感じね。ただ後続を、紅林選手を、ゲッツ、取りまして、そして、鉄人、聖人、松田投手、150セーブ目達成。で、これが史上17人目。いやー、偉人です。今日はもう、記録がね、いろいろ、記録尽くしだし、18番の期間ということで、二木投手ね、去年はオリックスキラーだったんですけど、今年はね、もう、すっかり、ラオウ選手にやられてましたけど、今日は、ね、ラオウ選手は、まあ、一本ね、ヒットは打たれたんですけど、まあ、ホームランとかは打たれず、ね、もう抑えた基準が、投射比になってますけども、ラオウ選手にはもう、ホームランを打たれなければ万々歳みたいな感じにね、なっちゃってますけども、とにかく、松田投手、ね、今日もヒーローインタビューでしたけども、150セーブ目、おめでとうございます。いやー、今日はね、とにかくちょっと雨がね、しんどそうでしたね。ちょっと北選手もなー、あれねー、あれは本当に、もう僕も野球経験者でね、主に内野手だったんですけど、こう外野もね、守ってた時があってね、あれは、きついんですよ。まあ、ロッテはこの間ね、マーティン選手と、キャプテン中村翔吾選手が1回にね、2人ともやらかしてましたんで、エラーついてないですけど、ね、北選手もちょっと、もう将来担う選手ですから、オリックスの間違いなく、ね、ちょっともう、明日のね、活躍期待するというと、打たれちゃうんですけど、もう本当にね、今後の活躍期待してますよ。ロッテファンオンズさんも、あ、そうだ、明日忘れてた。明日は、オリックスは、田島投手。そして、ロッテは、入ってきました、ヒゲさん。石川歩投手。ね。さあ、石川さんが帰ってきて、どんなピッチングをしてくれるか。ちょっと二軍ではね、炎上してたりしてましたけども、まあ、落ち着いたね、ピッチングを見せてくれることを期待しております。中野とフィール、千葉ロッテマリーズ応援チャンネル、今日の試合の良かったところとか、ぜひ皆さんコメントしていただけたらと思います。ごめんなさい。ガンってやっちゃった。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録お願いします。あ、私のクラウドファンディング、もうありがたいことに、達成させていただきまして、今後ね、支援していただいた金額は全部こう撮った映画の広告費に回そうと思いますので、ぜひ皆様、URL から、ご覧になってください。僕らのグッズも売ってます。ということで、すいません、シールとかちょっとまだ売り出せてないんですけども、後で、ポチポチっとやっておきます。はい。では、中野トゥビル千葉ロッテマリーズ応援チャンネルでした。よし、首位だ。マー君、明日もね、こうなんとか首位を保ちましょう。ということで、オリックス、明日もオリックスよろしくお願いします。バイバイ。